どうもこんにちは、タッカーです。 MLB The Show 19 Moments やっていきたいと思います。今回はね、ベーブ・ルースの、シナリオに戻って、前回言っていたこのコールドショット、これをねやりたいなと思います。前にもまあ説明したんですけど、ベーブ・ルースがねバッターボックスで、まあ、左手にこうバットを持ちながら、右手でこうセンターのバックスクリーンをねこう指さして、まあ、予告ホームランみたいなこうパフォーマンスをするんですよ。でそれをまあ再現するっていうこのシナリオになっているので、まあ、ちょっとそのシーンね有名なので、ぜひね動画でやりたいなと思ったので、やっていきたいと思います。これがまたねホームラン打つっていうのはなかなかそう簡単にねできるわけではないので、まあ、何回かね繰り返しやっていくことにはなると思うんだけどね。いきましょう。Perhaps one of the most iconic moments of Ruth's career didn't come until 1932. In a World Series game pitting the Yankees against the Cubs, the Chicago players were riding Ruth mercilessly. In the fifth inning, Ruth approached home plate with the score tied at 4. Infamously, he pointed to center field, calling his shot. すごい画像荒いね、今の。Home run. Some say he was pointing at the Cubs dugout or the pitcher, but that's for you to decide.Perhaps some show-stopping moments lie ahead. さあ行きましょう。お、ちょっとカメラアングルがいつもと違いますね。Here's the babe digging in it late now, and look at this. It appears he's calling. 出たー。あ、意外と早い。もうちょいなんかためあんのかなと思ったけど。さあ、相手ピッチャーが。フォーシーム、縦カーブ、サークルチェンジ、シンカーか。86マイル、意外と球速くはない方だと思うんだけどね。でベーブ・ルースはねこんな感じの能力です。もうあれだね、能力かなり高いですよね。まあ、意外とビジョンっていうあの、まあ、選球眼を指してると思うんだけど、ここがねそんなに高くないっていうのが意外なんだけど、まあ、それ以外はまあね、あの右登録とかも100超えだし、まあ、パワーもねほぼほぼ100に近い95ですからね。うん、てな感じで、まあいきましょう。自信度的に、まあフォーシーム、縦カーブって感じかな。ああ早速初球からミスショット。まあ今多分カーブだったかなと思うんだけどね。まあパワーバッティングでいかないとな。だいぶ低いの手出したな今な。さあどうだ。うーん、ちょっと距離足りないか。厳しいな、厳しいな、厳しいな。危ねえ。まあアウトになってもね、セーフになってもこの場合は関係ないですけどね。ヒットにはなるんだけど、ホームランがなかなかな。ちょっと低すぎたか、手出した球が。さあどうだ、伸びろ伸びろ。あー、ちくしょー。お、いいんじゃないか、角度的にも。どうよ、くそー、マジかよ、今いけたかなって一瞬思ったけどな。よし、これどうよ。うそー、思ってたよりも距離伸びないか。あとね、意外と、まあ、言い訳になっちゃうんだけど、あのね、白黒だからちょっと球がね、ちょっと見づらいんだよね、正直言っちゃうと。まあ、慣れなんだと思うんだけど、特に高めがね、これ空の色もね、白だから、すげえ被るんだよね。ダメだよな、これはさすがに。行ったか、うーわー、
しょう。悪くなかったけどな、今タイミングがちょっと早かった。行くか。あー、ちくしょう。当たりは良かったと思うけどね、ちょっとあれか、高さがまあ低かったですけどね。いや、弾丸ライナーで行くかなとか思ったけど、よし、行ったんじゃないか、これは。よっしゃー、やっとだぜ、よかった。ちょっとリプレイ見ましょうか。さあ、ということでベーブ・ルースの、ね、ホームランシーンちょっと見てみましょうか。この角度でいいかな。いいよ、ちょっと分かりづらいな。これでよっと、でこっちか、白黒だから見えづらいけど、こうだね。よ、あの結構ギリギリっちゃギリギリだったね。思ってたよりもそんなにガツって飛ばなかったけど、なるほどね、そっかそっか、この角度。ああ、いいね、いいね、いいね。でもどっちかというとあれですもんね、打った瞬間確定ホームランって感じの雰囲気じゃないですもんね。いやー、よかった。でも意外と思ってたよりは時間かかんなかったけど、でもまあまあかかったかな。お、なんか手に入れましたね、ネームプレート、ユニバーサルプロフィール、プロファイルネームプレート。ああ、でもルースって書いてありますね。これは何なんだろうね、ネームプレート何に使えるのかな、よくわかんないけど、まあいいや。なるほどね、そっか。あ、まあ確かにリワーズに書いてありましたね、右下にね、ネームプレートって。そっかそっか。はい、ということで今回はまあちょっとね、時間的にもまあ他やっちゃうと長くなっちゃうので、まあこれだけにしておこうかなと思います。まあこっちはまた次回行こうかな。ちょっと次回ベーブ・ルースをねやるかどうかっていうのもあるんですけど、うん、まあもしやるってなったらこのリターン・トゥ・ザ・マウンドのやつですかね。これもなんか本当に9年ぶりにこうピッチャーとしてね、あのピッチャーマウンドに上がるっていう、まあこれも有名なシーンみたいなんで、うん、これやってもいいかな。ちょっとバッティングがね結構続いたんで、まあピッチングをね久々にやるっていうのもいいかななんて思ったりもしてるんでね。はい、ということで、いやベーブ・ルース編これいつクリアできるかなって感じなんですけどね。もうちょっとしんどい系のやつ、それこそまあ2ホームランぐらいだったらまだ動画でいけるかもわかんないですけど、このね4ホームランとかを4ゲーム内でとか3ゲーム内で打てっていうのはね結構しんどくて、まあ、動画外でもやっては見てるんですけど、うん、打てる気がしないね、もう本当に打てる気がしないので、まあ、ここの辺はちょっと動画にしないでもうちょっと空いてる時間でとか、どっかのタイミングでやってクリアできたらクリアしちゃおうかなっていう風には思ってるんですけどね、まあ、できそうな動画内で比較的できそうなやつとかはまあやろうかなって感じ。まあでもあと 1,2,3,4,5 か5個か、これが2つがね結構しんどいんで、ここが山だよな。ここの2つはもしかしたら動画内でできるかな。はい、まあちょっといろいろそこの辺は考えてるんですけど、まあベーブ・ルース以外にもねまだまだこの辺もあるので、まあ他の動画でハーパーとかいいですけどね、ブライス・ハーパーのルーキーのやつとかも面白そうなんで、この辺もできたらなと思ってます。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。タッカーでした。バイバイ。